はいどうもピョキーです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、トロールワーズということで、騙しの戦争っていう意味なんじゃないですかね。非常に物騒なコース名ですけど、数々のトロールコースを攻略してきた僕、負けるわけにはいかないんですよ。この戦いに終止符を打ちたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。すいません、閉じ込められてしまいました。これ牢屋に閉じ込められてるっていう意味かな。そんな設定だったら面白いよね。そして左上のハテナ、あれは取れた、あ、ここで取るっていう感じなんじゃないかな。ちょっと今当たってしまいましたけど大丈夫かこれで。じゃあここで一旦クッパクロ、いや違うんだって。そっちはここはちゃんとタヌキの状態で上に登っていこう。そんで上にさ、クッパクランがあったじゃん。このクッパクランに乗ればいいんじゃないのかな。ちょっと待ってよ、もういろいろ待ってよ。じゃああのクッパクラウンに乗ったらいけなかったってことでしょう。じゃあこの靴開いて守備力上げたいと思います。装備ができないようだマリオが。じゃあ一旦このまま進んでってみていいかな。これは靴か、待って、靴が押し寄せてきてる。いや大丈夫、ここで踏めばナイスって。どかに入っていこうか。あれ入れんね、右側に土管があったよね。土管っていうかドアがあったよね。このドアに入るのが正解なのかな。一旦この靴履いたまま行ってみるね。これはブッシュって書いてたのかな。このまま進んでってみていい。ここで、はっ、このお化け野郎が。じゃあここの靴はさ、一旦尻尾で倒すじゃん。そして空中で履く。そんでさ、このタヌキを維持したままさっきのテレさんのところに行けばいいんじゃないかな。多分それで行けると思うんだよね。さあこの靴を手に入れて右の方に行きましょう。たださっきのテレさんのところもどうやって上に上がるかなんだよね。一旦このままさ、さっきと同じ風にしてみよっか。ここでヒップドロップをかます。そんで左を押していけば、え、ちょっと待って、待って、このブロックなんですり抜けれんの。うわ、すげえバグ発見した気分だね。さあこの場所なんだよな。こっからヒップドロップしたらいけないってことでしょ。この尻尾マリオでブロックをなるべく左まで壊して、ここでヒップドロップ、ナイス、これで上に行けるっていうわけか。さあここで宿命の花がいますね。こいつはボスか、左で新調していいのか。いや熱々で、このままオンオフを返すに右に行ければ先に進めるっていう感じなんじゃないかな。さあ中間ポイントを取れました。くたばれ唇植物。さあここで、これかぶらないけみたいな、でこのまんまドアに入る。これが正解なんじゃないんですかね。さあ行きますか。ちょっと待ってくれ、これはもう終わったんじゃないか。一旦チリになってこいってことかな。なんで一旦チリになってもう一回ドアに入っていこう。それで先に進めるよね。さあこっからどうすればいいんだろう。罠に引っかかる予感しかしねえな。ここは、あ、ここはもう引っかかった感じですかね。レスキー助けてー。なるほど、左と右だけ出しておけばよかったのね。これどうやってやられればいいんですか。これ突き取っておかなくちゃさ、左のブラッパが邪魔してどっかに入れないみたいな感じだと思うんですよ。なんでこのまんま先に進む、これが熱い。もう分かったぞ、この突きをしっかり回避すれば上に渡れるっていう感じだね。さあ来るんだ突き、シュッ、オッケー来ました。これでね先に進めると思うんだよね。ちょっと待ってくれ、そんなに回らないでくれ、頼むって。なんでよ。ここは隠しブロックがあるのか、どこにあるんだ。うん、そう、先に進めねえじゃんか、怖くて。一旦月が右に行った時に、ここはなるべく右側の方からジャンプしようか。そしたらいける、ナイス。さあ月に変わってお仕置きよ、ピョキンムーン。あ、待って、ピョキンムーン。こっちに来て、俺がピョキンムーンちょっと空振りしてしまいました。さあこれで先に進めるっていう感じだね。さあ次はどんな罠が待ち受けてるんでしょうか。これは上か下か。いや下はダメだよ、あのリフトまず。なるほど、このリフト乗っていけっていうことか。そしてこれは右に連れてってお願い。いや、どこに連れてってんの。ここ上っていう可能性はあるくない。上すげえ気になるんだけどな。こっちなんだろうね。こっから先がまだよく分かってないんだよね。一旦ドクロリフトに乗って、右側のドクロリフトに乗って何もしない。なるほど、これで先に進めるっていうわけで、ね、さあ行きますか。
いや邪魔なんじゃないですか、パンを持ってこいっていうことで。いや、こんな口裂け植物僕が一掃したいと思います。スーパーミラクルローリングパウアター。じゃあここのドクロリフトを移動させておいて、このパンを持っていけばさっきの花が倒せると思うんだよね。さあ行きますか。くらえやった。これ待って、まずい、何かここ出てくるんじゃないの。おきゃー次こそこの中間ポイントを取りたいと思います。一旦ブロックが壊れて倒してすぐ右に行く。ナイス。この上結局何もなかった。あるんだね。こっちは何なんだろう。めんどくせーなるほど、こういう身体機ね。まあ、そんなに難しくないんじゃない。いや結構ぶつけーぞこれは。最近似たようなコースしたよな、こういう身体機ね。くっそなかなかやばい、これほんと難しい。頼む、キノコ来ないで。うわ、バネも邪魔くせこのさ、突き取ったら、いや突きは取れないのか。じゃあ一旦ここでキノコを出さないようにしておく。それが得策だと思うんですよね。一回当たっておこうか。一旦当たっておいて、まずキノコを出さない。そうで今、そしてもう一回当たれば簡単にいけるって言ったんでしょ。あれ、なんかさっきと違うね。さっきは左側にいたっていうことかな。多分そんな感じだよね。さあ進んでいきますか。ここは梱包がいるな。一旦しゃがんでおけておこうか。しゃがんでおけておいて、右上にベッドがいるんだけど、このベッドは、あ、なるほど、ベッドがブロックを壊してくれるっていうわけね。あのベッド何もしてこないだろうな。大丈夫か。一旦このまま無視して上に行くよ。ナイスタイミング。なぜだ、なぜさっきを襲ってきた。いつのタイミングで襲ってくるんだ。いや今だね、多分今上に行けばいい。ナイス、そういうことね。さあこれで、うわ、どこに行けばいいんだろう。今強制的に上に行かされましたけど、左に行けっていうことですかね。絶対こっち違うパターンだよね。さあここは何、今から成敗されるでござるか。上に行けないしさ、こっちは何だろう、中間戻しか。いやだよ、やめてよそんなの。このメットだけもらって下に戻りますやめてって、もう隠しブロックないしさ。いや待て、これはさ、ここで一旦投げておけばやられるんじゃないの。来ました、ガマ発見しましたね。じゃあここは扉に入って出た瞬間に左ダッシュだね。そして土管に入っていけっていう感じだと思うんですよね。さあ進んでいきますか。ここなんか面白そうだね。大量のドクロリートがあるよ。この先には何があるんだ、何が楽しませてくれるんだろうな。面白っていう感じか。このタイミング、待って、よしここ、そしてどうだ、ここもオンオフス、常にオンオフし続ければいいの。なんでなんもないの。じゃあここは一旦オンオフして、2回目のオンオフはしたらダメっていうことだね。これで先に進めるっていうもんでしょう。さあ進んでいきましょう。もうゴールなんじゃないかな、なんかゴールっぽい感じだよね。じゃあここはちゃんちゃんゴールだ。なんで邪魔くせえ、このドクロレット動いてよ。これ上に何かあるんじゃないか。なんもないのか。じゃあここはもう土管に入っていくしかないね。嘘でしょチェックポイント1、マジでここまで来て。いやでもさ、先に行くべき道なんか、切ったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。というこのコース、まずサムネを見てもらっていいかな。 USA キノコが一つあって、その先に針が二つあるだけなんですよね。おそらくあの針に当たらないで先に進めばゴールできるっていうコースだと思うんですよ。これね、バッファージャンプを使えば簡単にいけると思うんだよね。最近似たようなコースしたんだけど、もう一回だけ説明するね。通常のジャンプの後に最小のジャンプをすることによって、2マス以内に収まるジャンプができるようになってるんだよね。これを駆使していくと思うんだけど、 USA キノコを取ることによって難しくなるみたいな、そんな感じなんかな。一旦ちょっとやってってみていい？いやちょっと待って、そもそも USA キノコでバッファージャンプってできんのかな。めちゃくちゃやりにくいんだよね、バッファージャンプが。普通のマリオだったらね、結構簡単にできるんだけど、 USA キノコだったらマジでむずいんだよね。ただこのまま右に行ってみようか、ワンチャンいけるかもしんない。いや
絶対これ以外にない。この方法以外にね、針を抜けることは絶対にできないと思う。なんでちょっと練習してみていいかな。あ、できてるできてる。多分この調子で右に行けばいける。なんでなんでこんなに難しいのよ。お母さん助けて。しょうがないわね、ピヨキング。いつも手のかかる子供で、これはリズム帝国なの。ちゃんとリズムに乗れればいけるのよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、エイト。ほんとにいけた。お母さんすごいよ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。